白銀の床北湯沢温泉は、北海道伊達市大田区北湯沢温泉町にある温泉である。源泉は、潮流側の川底から流出している箇所もある。潮流側沿いに宿泊施設が8見存在する。川の東岸には大型ホテルが2軒、西岸には比較的小規模な旅館、民宿が並ぶ。共同浴場は存在せず、日帰り入浴は宿泊施設の日帰り入浴を、 利用する。潮流川は北湯沢地区で川床が黄色い緑色行海岸の岩盤となる流れになり白木の床と名付けられた観光名所となっている。1882年、送別町に入植していた上野梅吉が北湯沢温泉を開いたとされている。当時、梅吉温泉として営業を行っていたが始めた時期は不明である。 1912年、梅吉温泉を横山女八に譲り、横山温泉に名前を変えたとされている。横山温泉は2000年頃まで営業を行っていたが現在では廃業しており、建物は解体され現存していない。1897年、藤原平米が潮流川上流原野にて植民地改革の測量作業をしている最中に、 偶然川から白い煙が立っているのを見つけ、温泉経営を始めたとされている。ただしその温泉名は不明である。この功績が称えられ1923年11月に藤原平米氏草分け記念碑が建てられた。ありがとうございます。